はい、皆様こんにちは。はい、本日の動画のテーマはこちらですね。実際にご質問をいただいた内容にお答えするという、動画にしたいんですけれども、先日、私の YouTube チャンネル、見てくださってるなんていうね、嬉しいお言葉をいただきましたけれども、そして、先日デジタル一眼カメラデビューをしましたと、私のこんな小さいチャンネルの動画を見てくださって参考にしてくださったと、そういった、ご意見をいただいたんですけれども、すごく嬉しく思っています。ありがとうございます。その中でですね、実際にカメラを購入したけれども、次何を買おうかな、何を買い揃えればいいのかな、そういった疑問皆様もお持ちの方いらっしゃると思います。そこでですね、私なりの、意見でですね、カメラを買った後に、こういうものを持っとくといいんじゃないか、撮影に行くときにこういうものを持っておくと便利だよというものをね、いくつかご紹介していきたいなと思っています。それではですね、まず私、小物とか、周辺機器を入れている箱があるんですけれども、それをちょっと手元に持ってきてですね、撮影に行くときにこういうものを持っておくと便利だよとか、そういったことをちょっと順にね、いくつか説明していきたいなと思っています。それでは持ってきます、どうぞ。はい、というわけでですね、いくつか、私のものを持ってきたんですけれども、まずはこれですよ、カメラバッグ。カメラバッグは必ず、買うといいと思います。まずご自身のお出かけするバッグ、今まで持っていたものとカメラバッグとして売っているもの、どう違うかっていうとですね、まずこれ開けてみたんですけれども、上の部分、下の部分、横の部分にもですね、全域にクッションが入っているんですね。というのもですね、例えばレンズを1個入れて、カメラのボディを入れて、閉じて持ち歩いた時にですね、当たってカチャカチャ、衝撃がいかないように、クッションが入ってるわけですね。カメラバッグって基本的にそうやって横にも縦にも上にもね、クッションが入っているので、そのお出かけ用のね、バッグよりもこういう方がやっぱり傷つかないですし、ある程度、衝撃にも耐えれるんじゃないかなって思います。ただこういう小さめのバッグの場合、気をつけていただきたいのが、こうやって上持ったりとかね、もっとちっちゃいバッグとかもありますけれども、上を持ってひょいってね、持ち歩いて、こんな風に持ち歩いてるとですね、ふとした拍子にどっかにね、こうやって置いたまま忘れてしまうと、そんなことがね、ないように気をつけなければいけませんね。そしてこちらに置いてあるのは小さい三脚ですよね。これはね、本当にスリックのね、ちっちゃい三脚なんですけども、これなかなか重宝するんですよ。例えばですね、デジタルカメラをね、固定して、三脚としてね、こうやって撮れるんですけれども、この長さなので、ローアングル撮影とか、例えばどっか、台とかのね、上に置いて、自撮りとか、そういった際に使いやすいちっちゃい三脚ですけれどもね、これも一個持っておくといいと思います。これすごく安いので、こういうの。1000円台から探せるので、こういうちっちゃいのは。1000円、2000円ぐらいで買えるので、こういうちっちゃい三脚は1個持っとくといいかなと私は思います。いろいろ役に立ちますよ。あとはですね、ここに置いてある通り、モバイルバッテリーですね。モバイルバッテリーはですね、私、どんな撮影に行くときも必ず持っていくんですけども、これはスマホのね、充電用なんですけれども、今のデジタル一眼カメラって、新しめの年式のやつって結構この USB Type C に、接続して USB 給電とかね、USB 充電とかできるカメラのが結構出てるので、使ってない時は充電して、給電しながら撮影すると、そういったこともできるので、モバイルバッテリー私、これ2個持ってるんですけども、1個は必ずカメラバッグに入れておきますね。これは非常に便利です。あとはこれ GoPro ですね。アタッチメントもいくつか持ってるんですけども、この GoPro というカメラも、前にも一度説明したんですけども、やはり小さいと場所を取らないですし、あと GoPro のやっぱり最大の、持っていく目的、 GoPro を使う目的っていうのが手ブレ補正ですね。例えば歩きながらこうやって手持ちで持ってたとしても、映像がすごく滑らかにね、撮れる、そういったすごいね、強力な手ブレ補正が入っているので、私は GoPro は必ず、お出かけするときにはバッグに入れておきますね。そして、GoPro の短所といえば、画質の部分はね、ちょっとしょうがないです。そこは諦めなければいけないとこなんですけども、
まあ、暗所でね、まあ、例えば体育館なんかで GoPro で撮ったりするともう結構ねざらついた映像になっちゃいますけれども、まあ、そしてですねバッテリーが非常に持たないです。全然持たないです。なので予備のバッテリーはね、サードパーティー製でいいので社外品でいいので予備のバッテリーはね複数持っておくといいと思います。 GoPro 買った時は必ずなんか Amazon とかで、まあ、社外のメーカーのが売ってるんですよ。まあ、これテレシンとかって書いてありますけども、海外のメーカーで3つパックですごく安く売ってたりとかするので、純正の3分の1ぐらいの金額で手に入ったりするので、まあ、GoPro の予備バッテリーは欲しいかなと、まあ、そういうこともありますね。あとですね、小物入れをゴソゴソ見ていくと、まあ、予備のバッテリー、これなんだろう、ウェルスカイの LPE6、 これあキャノン用のキャノンのカメラ用の、まあ、予備のバッテリー、まあ、もう今キャノンのカメラ使ってないですけど、まあ、大体私カメラ買うとね、まあ、こうやって充電器とバッテリー予備、これは社外品でいいのでね、必ずなんか予備に持っておきます。社外品なら安いので、うん、予備のバッテリーとかを持っておくっていうのと、あと乾電池とか持ってますね。これは最近は使ってないですけど、ストロボとかね、ストロボの撮影で電池切れたなんていうね、電池切れたからフラッシュ使えないよなんてねえことにならないように、まあ、電池を持って行ったりもしますね。あとはですね、フィルターはですね、これ必要なのっていう質問ね、実際にいただいたことがあります。必要かどうかっていうご質問ね、なかなか難しいんですけれども、例えば前玉に傷が入らないように保護するねためにつけたりとかしますけれども、正直私つけてないです保護する目的で使ったことはあまりないです。ただこれ CPL フィルターとかね、風景写真を撮る際には持ってますけれども、例えばスポーツを撮るときにですね、まあ、レンズフードって私必ずつけるんですけれども、レンズフードをつけた状態で前玉に傷が入る可能性あるかなって考えると、スポーツ撮影の現場ではほぼないので、例えばまあ私のまあ以前の経験上で言いますと、なんだろう、ビーチバレーボールの撮影とかですね、そういった時はまあ砂とか砂ぼこりがすごいのでフィルターは使いましたけれども、あまり保護する目的では必要ないんじゃないかなとは思ってます。ただカメラを始めたばかりの方が、まあ、フィルターも一緒に買った方がいいですかっていう質問については、別に必要はないかなって私の中では思ってますけれどもね。まあそのフィルターはどういう役目をしていて、自分の撮影でどういう用途があって使うのかっていうのをね、はっきりさせてからでもいいんじゃないかなって思ってます。あとはですね、これ鏡ですよ。これはね、絶対に私の中ではね欲しいです。鏡なんでかっていうところですけども、女子かって言われちゃいますけどね、私逆さまつげっていうやつなんですよ。それで1日に1回2回必ずまつげがね目に入るんですよ。生活してると必ずね、あれなんか目ゴロゴロするなって思って目を見るとまつげが入ってるんですよ、目の中に。それをね、出先でねなるとね非常に困るんです。なので鏡を持ってね、こうやってあゴミ入ったとかまつげ入ったってねやるんですよ。なので鏡は必ず欲しいです。あとはですね、ブロワー、ちっちゃいブロワーですけどね、これレンズのね前面についたホコリをねプシュプシュってね吹き飛ばしたりとか、まあ、ちょっとホコリを払ったりとかね、そういうために使う、ちっちゃいブロワー、こんなものも、入れておきますね。あとは、まあ、SD カードのね予備、これは必ず持っておくべきものですね。 SD カードの予備どんだけ欲しいのかっていうね問いもね難しいんですよ。そのご自身の用途によるんですけども、例えばまあ、ここに予備のねCF エクスプレスタイプ B カードなんてあるんですけども、これほとんど使ってませんそして128GB のまあ、デルキンのやつなんですけど、これ2万いくらかしたんですけどもね、2万いくらかしたカードをほとんど使っていないんだよねというのもまあ、私スポーツ撮影をするとですね、だいたい1試合につき 500GB 以上はだいたい使うかな、 500GB は使うんですけども、それを言ったらあれですよ、1日に2試合の日って、まあ、バレーボールなんかだとありますけれども、1日1試合で 500GB 使うので、2試合やったら 1TB 使うんですよ1TB ですよ、ローで。ですのでまあ 512GB のね CF エクスプレス2枚持ってくんですけども、まあ、予備としてこれを持っていくわけですけどもね。なのでご自身でだいたい1回撮影に行った時にどのくらいデータ量があるのかと、
どのくらい写真を撮影するのかというところによるので、まあ一概には言えないんですけども、ちょっと余分に持っておかないとですね。まあ私何度か経験があるんですけども、出先でですね、ちょっとこれ試合この先容量いっぱいにならないかなって、ちょっと不安だなってなったことある方いらっしゃると思うんですよ。その際にですね、まあまあこの写真ちょっとブレてるかな、まあこれは消そうかななんてね、現地でやってるとですね、非常に手間です。ですので、まあ私はね、ちょっと余計にね、余裕がある分のカードをね、持っています。まあそういうことと、まああとは、まあレンズクリーナーなんていうね、携帯できる、まあレンズ拭きとかね、こういうものも持っていきますね。あとは、ボイスレコーダーなんて持ってきますね。これも大体まあバッグに入ってます。音声だけを撮るものですね。これはまあ YouTube の撮影とかで結構使ったりします。もし GoPro の、GoPro、そうなんですよ。GoPro とかね、スマホで撮った時に、ね、たまにマイク、まあ、外部マイクさせて撮ったりすると、たまに音声入ってない時あるんですよ。まあそういう時にね、まあ重要な、例えば、まあ撮り直しできないぞっていう時に、音声抜けてて、あ、撮り直しできないわ、どうしようなんてね、ならないためにも、このボイスレコーダーをね、まあ YouTube 撮る時なんかにね、手元にこうやってスイッチオンして置いといたりするんですよ。何度か助かったことあります、それで。うん、そういうこともありますね。あとはですね、うん、そんなものかな、あとは。まあ、あとは、自撮り棒とかね、こういうものを持っていったりしますね。これ、スマホをね、スマホをここにカチャンってはめたりとかできて、こんな感じで、スプリングになってて、はめたりできるので、それでまあ、こうやって自撮りとかね、まあ、たまに私がスポーツ撮影行ってきましたよみたいな動画をね、投稿しますけれども、そういうので、こういう、周辺機器使ったりしますね。うん、まあ、あとは、まあ、撮影によって、どんなレンズを持っていくかみたいなね、ところを考えて、うん、まあ、何ミリが必要なのかっていうところをね、まあ、レンズの選択肢として考えて持っていくと、すごい大荷物になっちゃいますけれどもね、なるべく、まあ、コンパクトに、まあ、荷物が軽くなれば嬉しいですよね。私結構重くなっちゃうんですけれどもね、うん、まあ、こういうものプラス、まあ、レンズとカメラボディと持っていきますのでね。あとは、まあ、まあスポーツ撮影なら一脚とかもね、まあ、しょって持ってきますけれども、そんな感じですかね。なのでカメラを始めたばかりの方がお出かけとか、まあ、何か旅行に行く時とかの用途で必ず買っといた方がいいんじゃないって私が推奨するものはですね、まあこの中で、まあモバイルバッテリーはね、携帯の充電とかにも使えるので、まあ安いものでいいので、モバイルバッテリーは持っておくといいかなと思います。そして、まああとカメラのバッテリーですね。カメラのバッテリーは、社外品でいいので1個買っとくといいと思います。今このウェルスカイとかね、ロアジャパンなんていうね、メーカーのバッテリーがね、社外のもの大体いろいろ出てるので、アマゾンなんかですごく安く売ってます。まあ、予備なのでね、それでいいと思いますよ。あとは、まあ、SD カードの予備ですね。これも少なくてもいいので、まあ、容量はあんまり多くなくてもいいので、予備は持っとくといいと思います。まあ、万が一にですね、私万が一にって考えちゃうんですけども、例えば撮影していてですね、まあ、中古のカメラで、例えば、カタカタカタって連写とかしているときに、読み込みが止まってしまったりとかね、フリーズしてしまった。またちょっと電源入れ直しとか、ね、して、また撮ったらまたフリーズしてしまったと。もしかしたらカードがこれダメなんじゃないかなとかね。そういったことがあったりするとね。まあ、データが最悪飛んでしまったなんていうことがね、ないように、私は予備のね、カードは絶対に欲しいと思います。カード1枚だけじゃ不安ですよ。うん。まあ、そういうこともあるかもしれないので。まあ、そういったものと。あとはね、ティッシュ。ティッシュは必ず持っておいた方がいいです。まあ、鼻かんだりとかそういうことにも使いますし。うん。まあ、なんか拭いたりとかね、そういうものにも使えますし。なんで私そういうね、万が一にこうなったらなっていうね、ことをね、いろいろ考えちゃうので、例えばその、ティッシュとか、まあ、クリーナーとか、うん、まあ、バッテリーの予備とかね。うん。まあ、そういうものをね、まあ、邪魔にならない程度に持っていくといいんじゃないかなと思います。今回こういったこういったお話にしてみましたけれども、いかがでしたか？もう、この中でね、少しでも皆様のアドバイスになればいいなと思ってます。では私、SNS やってますので、毎日 SNS 更新しています。主にスポーツの写真を投稿していますので、よろしければいいねと、高評価、
フォローよろしくお願いします。こちらの YouTube チャンネルは主にカメラを始めたばかりの方向けにね、動画やってますので、ぜひ、いいねと、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。